ね。でこれが民衆の答えだったんだね。まあ国際的な批判が高まってて、でその舵取りを今暗殺政治さんしなきゃいけないわけね。この緑の時期になってね、国のね、世界の表舞台に出てくるのがこの時期なんだね。でそれが2012年、に実はあの、アウンサンスーチーさんが立ち上げた、この NLD っていう政党が、まあ選挙に出るんだよね。で、それまでは何回もボイコットしてきたわけ。軍事政権の影響が強すぎるから、私たちは参加しませんっていう態度だったんだよ。で、2012年にやっと、この NLD っていうのが、ね、この選挙に参加するんだけど、それは会員選、補欠選挙っていう、そのメインの総選挙じゃなくてね、その選挙に出るんだよ。ね、実際にどれだけ人気があるのか。その中で45議席中43議席っていうのを取るわけ。だからもう圧倒的な大勝利だよね。で、これが民衆の答えだったんだよね。うん。2011年に民政に移管したもの。ね、これは形上の、軍事政権の終わりだったんだけど。ね、実際に訪ねてみたんだよ。ビルマの人たち、ミャンマーの人たちに、あなたたちどうしたいんですかっていう。で、これがまあ、民主的な態度じゃない。でしょ。で、その選挙をね、受けて、ね、この答えが来たわけ。あくまで民主化を進めたい、な、アウンサンスーチーさんの、この NLD っていうのに、まあ、これだけの支持が集まったっていうことは、もう、ビルマの人たちは、ミャンマーの人たちは、まあ、民主化を進めていきたいっていう態度が、ここで現れてきて、で、一気に、民主化っていうものに向かっていったんだよね。で、それで、もう本当に国が大きく変わったのが、この総選挙。2015年ね。2015年の総選挙で、で、補欠選挙じゃなくて、全491議席中の390議席を NLD っていうのが取るわけね。これで、まあ、ミャンマー国内のメインの政党としては最大の勢力になった。圧倒的な勝利だよね。で、この2015年の総選挙の大勝利を受けて、アウン・サン・スー・チーさんは、2016年、4年前だね。に国家顧問ってのになるわけ。国家顧問って何かっていうと、アウン・サン・スー・チーさんが今でも気にしてる2008年制定された憲法で、その憲法の中で家族の中にミャンマー以外の人たち、ミャンマー以外の国籍を持った人たち、人がいる人は大統領になりませんよっていう、そういう決まりがあったから、アウン・サン・スー・チーさんは国家元首になれないよね。大統領にはなれない。だから、大統領になれないから、国家顧問っていう新しい、立場、ポジションを作って、で、まあ、国のトップとして、で、アウン・サン・スー・チーさんを君臨させたんだね。だから、実質的な国家顧問、まあ、国家顧問っていうのは、国家元首、国のトップなんだけど、でも、大統領とか首相とかっていう、決められたポジションではない。だけど、アウン・サン・スー・チー政権なんだよね。で、ここで、まあ、気をつけなきゃいけないのは、アウン・サン・スー・チーさんは、政治の、選挙で選ばれたポジションではないわけ。国家顧問になるための選挙ってのはないからね。まあ、あくまで、国会議員の中で、アウン・サン・スー・チーさんっていうのは国家顧問ね。その政治的には、新しく作られたポジション。だけど、まあ、国会の中で政治的なポジションとして作られたから、民衆に選ばれたポジションではない。だよね、実は。そう。で、それが、まあ、アウン・サン・スー・チーの今のね、ポジションだよね。で、アウン・サン・スー・チーさん、ここで、まあ、悲願ね、この時からずっと活動してきた、悲願の、まあ、トップになって、で、民主化っていうのを、進めたい。で、今、アウン・サン・スー・チーさんがしたいのは、この憲法の改正なんだよね。まだまだ軍事的な影響を大きく受けている。憲法っていうのを改正することができれば、ミャンマーっていう国は真の意味で民主化できるんだけど、うん、でも、やっぱりこの時にね、掲げられた憲法っていうのは、まあ改正するのもすごく難しいし、まだまだ軍の影響を強く受けてる。で、軍の人たちはね、もちろんこの憲法をね、そんな簡単に変えられては困るわけじゃない。政治的な、ね、影響力を失うかもしれないからね。だからそれは今でもやっぱりこう、アウン・サン・スー・チーさんは戦ってるところなんだよね。うん。で、それが今のアウン・サン・スー・チーさんのポジションね。で、そこで、やっと出てくるのがこのロヒンギャ問題。だよね。アウン・サン・スー・チーさんが今、立たされてる。今、大きな影響を受けてる問題っていうのはロヒンギャ問題だよね。うん、で、ロヒンギャ問題は、まあ、あとでね、もう一回こう詳しく説明するけど、いわゆる、まあ、バングラディッシュとね、バングラディッシュとミャンマーの、このちょうど国境で起きてる
難民問題でね。うん、で、まあ、この、まあ、100万人とか言われてるロヒンギャという人たちが、まあ、ミャンマーのね、その、国軍と戦って、まあ、迫害されてるっていう、なんかそういうような問題なんだけど、そこに対してのアウン・サン・スー・チーさんの、ね、対応に、対して、まあ、国際的な批判が高まってて、うん、それが、まあ、ノーベル平和賞ね、ここでノーベル平和賞をもらった、ノーベル平和賞の剥奪っていうのが、こう、叫ばれたりしてて、アウン・サン・スー・チーさんは今でも国際的にすごく叩かれてる。状況なんだよね。で、それと同時に、今、一帯一路構想っていうのが、中国を、こう、中心にね、まあ、東南アジアで起きてる構想で、で、ミャンマーもその中にいてね。で、一帯一路構想っていうのは何かっていうと、まあ、中国っていうのは今ね、世界中の中で、まあ、そのコロナウイルスっていうのもあるけど、まあ、大きな経済的な力をつけてるところだよね。対アメリカ、対ヨーロッパに対して、まあ、中国っていうのは大きな脅威になってるよね。うん。で、その一帯一路っていうのは、つまり海のシルクロード、陸のシルクロードっていうのを、この、両方作ろうと思ってて、シルクロードっていうのは、まあもともとね、ヨーロッパから中東抜けて、で、さらに中国に向かって、で、日本まで移ったっていう、まあ、昔のね、絹の道だよね。で、さらに海の道、ヨーロッパから海をね、辿って中国までたどり着くっていうのは、ヨーロッパから、まあエジプトの、スエズ運河っていうのを抜けて、で、さらに、大陸をずっと下ってきて、で、東南アジア、まあ中東を抜けて東南アジアに行って、で、今では、こう、実はここにマラッカ海峡っていうのがあって、ここからずっとお回りして、やっと中国にたどり着くんだけど、じゃなくて、このミャンマーね、ここの海から中国に直接、こう、物を運ぼうっていう、この流通を作ろうとしてるのが、まあ、一帯一路構想の、まあ一つのね、ルートなんだよね。で、このね、チャウピューっていうところからパイプラインを作って、ここで取れる天然ガスとか、まあ、中東で取れる原油っていうのを、こうやって運んでいって中国に運ぼうっていう。で、その、まあ、エリアになってるのがミャンマーで。うん、で、実際2020年の1月に、まあ、習近平の、まあ、中国の国家主席がミャンマーに、まあ、19年ぶりに、国家主席としては19年ぶりにミャンマーに来て、で、実際にこのパイプラインの開発の話をしたって言われてるわけ。で、それが今、現代ね、この緑の時期、アウン・サン・スー・チーさんが国家顧問になって、まあ、国のトップになって、で、現在のミャンマーをね、どういうふうに動かしていくか。現在の、まあ、世界状況の中で、ミャンマーはどういうところに立たされてて、ロヒンギャ問題っていう、の批判を浴びながらも、まあ、一帯一路構想っていう、その中国のね、経済圏、大きな経済圏の一部に、またミャンマーっていうふうには立たされて、で、これからどういうふうな政治を行っていくかっていう状況にあるのが、まあ、この緑の時期だよね。で、まあ、このね、赤い時期、オレンジの時期、緑の時期、で、この三つの、大きな流れがあって、で、さらに、2020年の11月にもう一度総選挙があるんだよね。アウン・サン・スー・チーさんは、今、ロヒンギャ問題でね、大きく叩かれて、やっと、これだけのね、カリスマを発揮してね、2016年にやっと国家顧問になって、で、ここにね、不満を貯めて、やっと民主化を果たした人たちにも、少しずつ批判が高まってるんだよ、ね。本当に今、NLD にね、任せといて大丈夫かっていうような批判も実は高まってるんだよね。うん。で、アウン・サン・スー・チーさんは今必死にミャンマーっていう国の国づくりをしようと思ってて。で、その国づくりの中で一帯一路構想、これは経済的なお話だよね。うん。これからミャンマーっていう国はロヒンギャ問題っていうとか、いろんな経済的な状況を抱えた中で、どういうふうな態度を取っていくべきか。ね、その舵取りを今、アウン・サン・スー・チーさんはしなきゃいけないわけね。うん。そういう状況になってるんだよね。そう、それが現在のミャンマー。で、今度ね、総選挙が2020年11月に行われて、どういうふうな結果になっていくのか、っていうのが、まあ、ミャンマーね。まあ、大きな流れ。アウン・サン将軍がね、独立果たしてから、アウン・サン・スー・チーさんに、こう、助けを渡されて、で、もう一度、次はね、民主化っていうの大きなテーマを渡されてから、アウン・サン・スー・チーさんはどういうような生涯をたどり、ミャンマーはどういうふうに変わっていったかっていうのが、まあ、このね、三つの時期に区切って、構造的に理解することで分かってもらえたかなと思います。まあ、なので、アウン・サン・スー・チーさんとの生涯と、ね、民主化に向けてどういうふうにこう、まあ、ビルマ国内がね、動いていったかっていうのが、まあ、分かってくるかったかなと思います。ので、まあ、今日はね、解説はこれでおしまいです。ありがとうございます。よし。1988年の8月8日に、デモしようぜ。
もうやばい。